とこんばんは。今16、16、15、16日。お、ありがとう。めっちゃ幸よ。そう、私リップ塗るだけで顔変わるんですよ。トリちゃんこんばんは。モンチ、モンチ、そう、モンチがモンチさんがくれました。オレンジメイクをやってほしいと言ってくれて、オレンジメイクをいただいたので今やっちゃおうと。かわいい。すぐるちゃんの方がかわいいよ。パルコ、パルコじゃん。やっほー、元気？無理やったらあれやけど、ワンちゃんにかけて。ということで、マジ？なんて素敵なこと。あ、開かないんだけど。ずっと下でね。それが、あのさ、DM 出てたやつ、ヘアオイル？え、ちゅうかね、くれたね。くれたヘアオイル、このシュッシュタイプ。なかなかない。あれだね、乾かしたあのなんとかかんとかってDMで言ってくれたやつだね。匂い嗅ぎたいかって。おお、なんか香水屋さんみたいなやつ。これか、今日もかわいいね。これは始める前の私のスクショ。薄っ、本当にこんなに薄い顔なんでしょ私って。お肌とかやってますけどね。お肌と眉毛とかと。そう、涙袋、そう、ちょうど涙袋ね、書いてないの。ほら、なんもないじゃん、こうやってやったら覚醒したとか書いてないんだけど、書いてるくらいぷっくりしてて、なんかこれが良くも悪くも涙袋がぷっくりしてるから、よく眠たそうとか体調悪そうってね、よく言われるんだよ。そういう、そういう涙袋、うん、チョンコさんこんばんは。カメさん、あ、起きてるじゃん。でも上がるんだけどこれっていうか、起きられないとメイクできない。今日はいただいたメイク用品でメイクをしてみる配信でございます。夢もこんばんは。はい、みんちくん、確かに確かに本当にいつもピンク系しか使わないんですよ。ピンク、赤ピンク系なんで、今回茶色オレンジ系みたいなのもらったんで、ちょっとどんな顔になるんでしょうか。なるなら休みそ、え、こんな顔だけどいいん。どう、そう、涙袋ね、逆に描くと真っ黒になっちゃうからね。描いてるみたいですよ。ケイスケこんばんは。まつげバキ。でもさっきアイメイク落としてたら一緒に落としちゃったから、私逆まつげなんでこう下向いてるんですよね。ビューラーしないとこう下向いてる、うん、酔ってないの。よかった。ケイスケということで、何をいただいたかをね、言おうと思いますけれど、え、すごい、アイシャドウがこんな色、キラキラキラ、え、オレンジだって。オレンジとかもあります。うん、ちょっと説明書読まないとね。リカフラッシュとか聞いたことあるの。聞いたことあるわ。福こんばんは。はやたんだ、やっほー。そのアバター来てるし、月たんこんばんは。ふりきちこんばんは。鼻の目も、え、マジ全然昨日調子悪かったけど、こんなにも元気。ありがとう、謙遜して。いや、そのスタンスの方がいいと思うわ、私。
おじさんこんばんは。スレソン選手権開催します。かわいい。スクルちゃん、スクルちゃん、じゃあかわいい自撮りをしおりに送る。あ、いいね。昨日しおちゃんといっぱい話してきて、え、嬉しかった、楽しかった、マジ初めて会った時よりもいっぱい話したよね。ってことでこれ何かと言いますと、アイシャドウとチーク、アイブロウ、すごい、アイシャドウでもあり、アイチークでもあります。ふーん、ちょっとその筆だけいつも使ってるやつ、私このジェルのね、このふわふわが好きなんです。いつもハイライトとかチークとかして、これも色で、ね、取ります。ちゃんと病気 YouTuber みたい。すぐさん優勝しましたね。藤井さとか来たっつって、巻き巻きが取りにくいらしい。え、髪の巻きでしょ、すごいね。しマジでライブ したらさ、どんだけ綺麗に巻いてもぐしゃぐしゃになっちゃうからさ、ありがて。次リップを3本もらいました。開けちゃおう。みちくかわいい。そう、色ないのこれからつけていく。ねモンタがくれたね化粧品をね、つけていくの。薄いのかどうかよくわかんないけど、かわいい。クソかわいい、クソかわいかったらね、オッケーだよ。ムーランさんこんにちは。みのくまコンプレックスやから逆に眩しい。なんで？めっちゃくまってやすいんだよね。ほら、すごくない？あやめやことしたからバレちゃう。これすごいの。涙袋分お得？ほんとお得みたい？週間のお得だから助かる。そうなの？てんちゃん、そりゃさ、箱ぶっ壊す、あ、一つ言うとちょっと壊した。先に言っとくね。全然間に合ってなかった？何に？そりゃそう。あ、確かに全然間に合ってないね。りなちゃんこんばんは。たくろやっほ、さっき一緒にいいこと言ったと思った。本当に思ってる。今日も確かに聞いたから満足した？自分から言ってくタイプ。ということで、まずリップが3種類。ということで、お腹すいた。アイシャドウがあっていきたいと思いますか。これな、わかんないな。どう、何を最初にしてるんだろう。いい、エクバ。5センチあるから。ハンナーマこんばんは。ゆなちゃんこんばんは。いつも目がキラキラ。そう、ラメも取れてよ。ほら、いつもあんだけラメつけてる。わしの、ラメが。りんちゃん、ぽやややや、ぽやややや。鈴木、鈴木。え、パレットかわいい。もらったの、リカフロルブチってやつ。もらったの。しおちゃんのリツイートで見逃したツインテール見れた。あ、リツイート誰かが載せてくれてたやつだ。カフェさんかな、かアイシャドウパレット、やばいよね。あげん。明日中に送って、あ、よろしく。明日中に撮って送ってください。それだけ見れる。トシさん、こんばんは。なんかめっちゃしおちゃんちゃん、うれしい。しおちゃんちゃんって呼び出したのか、ついに。しおちゃんちゃん16いったら来週。え、確かに確かに。これちょっと、この鏡を見てみます。ここにも鏡もありますし、こっちのとこか。あ、いいね。ここにもここにもここにも鏡が。すぐるくんおめでとうってみんなでお祝いしよう。すぐるくんおめでとう。原上、原上くん、女性のオレンジメイクってどんな色か。え、全然やばいよね。顔がブルベなんで真逆なんですよね、パーソナルカラー的に。ともきこんばんは。まろさんこんばんは。ありがとうございます。最終コーナーのコーナーリングの、ね、熱烈な戦いは、争いは、僕も冷や汗でした。コーナーリングって何？ゆきこんばんは。突然日曜日担当において、しおじちは、まろこ枠なるか、サザエ枠なるか。あー、どっちだろうね。違っていうとドラえもんがいいか。ちょっと指で塗るのしたんで、こちらもね、ツルのやつを、ね、使っていきたいと。ピンがついてるから拭きましたよ、ちゃんとね。オレンジメイクもしてほしいです。マディ、これから色が変わります。今スクショしといて。サシ薄次にアイルメイク化していきますね。コメントをパパッと読んじゃった。スピード、春やってますよ。ファンデーションやってますので、あとコンタクトも入れてます。向かいでこう変わっていきます。これはこういう
なるほど。ここが、あ、ここがアイブロウ、眉毛、ここがチークらしい。で、ここが多分アイシャドウ。私アイシャドウ下手なんですよ。大丈夫かな。戸惑ってラになった、ラになった。キキこんばんは、ラプンツェルこんばんは。とごめんなさい、主人でもんだろ。逆にオレンジをピンポイントに入れたら、どうしたらいいかな、どうしたらどうしたらいいかな。賞味からこうして、え、マジ長くくっそちっちゃいから覚悟しておいてね。ちゃんとね、コンタクト取ったらね、もうほんとシジミみたいな目して、あれあれ目どこかなってワクワク、え、どうしたらいいんだろう。あ、ドキ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 と、あの鏡を見ながら、私これね、前にニキビを潰した時の跡がちょっとあります。ここポチポチ、これこれチャームポイント、ニキビ跡。コバちゃん、ヤッホー。シュウジ、シャドウハーキレットは入れてない、いつも入れてない、なんか色に合わないんだよね。なんかめちゃくちゃあのラミをつけてんの、ジェルのラミをグワーってつけて、あとここに大粒のラミをつけて、これちょっとピンクの影入れるみたいな。あとこのノーズシャドウとか顔のシャドウもや、顔のあと茶色いやつもやらないです。汗でかくんでね、取っ、取れちゃうんです、取れちゃうんです。コバちゃん、じゃこれを鏡にして、これ可愛いでしょうかな、これ可愛いでしょ、これやっていきます。あのシリコズ美味しいよね、しじみ。なんか化粧系、化粧系メイク YouTuber はよく薄い色を全部になんか乗せてから、なんかピンポイントでやってますよね。じゃ本当にメイク下手なんで合ってるか分かりませんが、これが、ね、私流ということで適当にやっていきたいと思います。しじみあさりぐらい、本当嬉しい、それ嬉しい、美味しそう。しじみとか言っときながら実際ハマるっていうか、ウケる、マジちっちゃいよ。私本当に目がよくゴロゴロになるから、メンバーの前でもペッて取ってペッてポピッてするんだけど、もう本当ちっちゃって笑われるぐらい。もう一生一生カラコンしてたい。タンタカタンタカタンタンタカ、いつものテンションバチカーメイク、メシジオレンジ、なるほどね、メシジウォータープルーフの少ない、え、なんかわかんないんだね、ウォータープルーフの数のさ、あるのかな。全然見えないと思いますがね、こうやっていて、このなんかキラキラの可愛いピンク、なんかこのキラキラで可愛いこ のピンクオレンジみたいなのやつと、これをねやってみてます。この、え、ほんとそうだよ、もうそんな見えんぐらい、その裸眼だとどこで、逆にどこで見てるんだろうみたいな、ね、感じですけど、ほんとね、これはまずよく見え、ここからやるから、なんかこうやってアイホールっていうんですかね、この薄いや、この中で一番薄い色って言ったらこれですかね、これ何色なんでしょうかっていう感じで塗っていきまーす。わーお、色がついています。これ何色なんでしょうか、茶色とオレンジのハーフみたいな色多いままアイホールというところに塗っています。え、ラメついてて可愛い、すごいね、すごいです。メイク配信でこんなに鏡で顔を隠す人がいるだろうか。え、すごい、えー、ラメラメで可愛いよ、見せてあげる、わかりますか、ラメラメ、次にアイシャドウって言ったらここがあれですよね、だいたい濃いですよね、ここにオレンジ、冒険、もうこれ冒険だからね、冒険オレンジよね。あ、怖い怖い、あ、怖い怖い、怖い、キラキラだったね、オレン
ジをですね、なんかやってます。薄くてよかった。なんかすっごい濃いオレンジだったらどうしようと思って思っていました。なんかあんま超オレンジって感じではないですけど、オレンジ感も強い。まつげの上に乗っちゃってちょっとどうしようみたいな感じで、まつげの上に乗っちゃってかわいそうですね。じゃこのあのアイシャドウやった後にアイラインやりますのでね。鍋でご飯3杯切る。マジ絶対ご飯炊いて。キラ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 みたいね。このじゃあキラキラのやつをもう一回塗りまして、下まぶたにのせ、下まぶたにのせるとねギャルみたいになっちゃうんで薄くね。あと色のやつも薄く塗っていってテキテキテキ。1606、ありがとう。もうそんなの高いな。この子だけにやっていきます。影みたいな感じでやってきたと思います。なんか色薄くて、なんかもっとギャンギャンにつく色だったらどうしようと思ってたんですが、このくらいの色だったらちょっとちゃん やれちゃいそうみたいな感じの色ですね。あーでもこんなオレンジのものを顔につけたことがないのでとってもびっくりしています。ちょっとオレンジ、オレンジですよよ。ナビオケキラキラ、いやったギャルメイク、マジほんのりオレンジだね。結構ほんのり系だね。もっとすげえつくかと思いきやほんのり系でした。よく YouTuber でほら、あ、見えねえ。この方が見やすいか。わかんなくて。全然見えない。あ、ちょっと、ほんとほんのりって感じね。青のり。キラキラかわいいね。かわいいなよ。最後にこのでっかい、なんかで岩みたいなラメをちょっとつけて。すごいでかいこのラメ。かわいい。ほんとラメが大好きだから、ラメないとメイクできない。ラメを忘れたら多分一緒にライブ出れないくらいラーメンが好きです。どうですか？これも溢れちゃいました。今 DM でネットに、え、本当に見れないけど。じゃあ今度は見てやってみる。聖地こんばんは。鈴木でとってもね。よかった、薄付きでちょうどよかった。お腹すいたお腹すいたしか言ってない。もんちゃん、そう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 、もんちさんがくれました。このうんち、うんちがついてる。もんちさんが、まーちゃんやっほー、はるこめちゃんやっほー、今日いたたもしち、今日もかわいいよ。ありがとう。ほんのり、あっほんのりキラキラだね。膝の上でひっくり返して。ラーメン大好き、ほんといいな。ラーメン、ラーメンうれしそう。次はこれの、これなんか多分ここを全部混ぜてやるんだと思います。チークですね。かわいい。ラーメン当ててよかったらね。そうだよ、ラーメンないとしよりね、ラーメン出れない。キラン、キラキラオレンジメイク、すごい初めてよ。ブルベだからこういう色しないんですよ。さち薄い顔です今。本当さち薄い顔、びっくりしちゃった今。で大事だね、ラメで顔面変わる。今はね10個塗ってます。美容系 YouTube の人がニコってして上がったほっぺの上らへんにやるって言ってた。あっですか、最近ナミの、え、つけてたよね、この、え、マジ、ナミしか勝たんよ。アイシャドウ色いらないからラメ欲しいもん。え、これどうしよう、ミツリップ。え、この色、一番気になる。何この、ちゃ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 。ネット見たら、サイト投げすぎ。え、かわいい。ビビり倒しちゃう。あ、でもこんばんは。娘好きだった？
え、いい感じですか。ワンマン指定席だと思うけどね、今までの感じ。あ、どうなんだ。なんか指定席でも立ちだったらその番号順に入るとかもあるし、それかもうあの指定されて番号の紙が貼ってあったりするときあります。じゃあアイメイク終わったらちょっとあの私あのアイライン引きますね。私が私の顔にどんぐらいアイラインが重要かを見せます。これはメディアってとこ700円か800円のアイライン、本当に顔が変わります。ほらここだけピッて引くだけで顔がね変わるんです。私の顔って単純なんですね。はい、これで OK です。あ、ちょっとさっきまつげの上に塗っちゃった。こうってこうって、うん、全然変わりますよね。本当にどんだけアイラインが大事かっていうことが分かりました。こう長くしちゃうとなんか気をつけて、気をつけました。まつげをあげますね。紫のクマってチーク何色？紫のクマ、紫色なの？クマがすごいね。紫色なの。でもね、この上がってる顔と上がってない顔、上がってる顔。ニコニコってしてた？あ、チークから、うん、みんな顔が変わります。お、キラキラ。え、うさずき素敵。なんかもうめっちゃあるじゃん。そしたらちょっと垂れ気味に、あ、そう、垂れ気味が良くて、少女は顔のパーツ的にもくるっと上げるよりはこうちょっとやって、ちょっとこう犬で、ね、こうなんだっけ、犬こういうものを知らなすぎてプレゼントはこのシリーズを買っちゃう。あ、これすごいよ。でもこんなにフルセットなかなかないから、楽しい。なんか女感じる。私って女なんだなみたいな。ほっぺ好き、この色。普段は薄ピンク。コンシーラー、私コンシーラー使わないんだよね。私コンシーラーやると肌がめちゃくちゃ乾燥肌だからパキパキに割れちゃうの、肌がツルツルだったら何色と思う。これ何色なんでしょうか。深い深い、なんか深い赤なんでしょうっていう色になります。私がどんだけリップで顔変わるかっていうことを見ててくださいほっぺチーク、あら可愛い。いつか特別特典でお尻メイクさせてもらえる特典。え、なんかまず話出たことあるよ。でもコロナだからの前に出たことがある気がする。でもコロナだからなくなっちゃう。マスカラもあってメイさんにあげ赤あげたり。すごい、赤のマスカラ。でも前青もらったことあるよ。青のドラえもんのねやつ。ちょっと違うから、キューも確かにな。色がね。そう、乾燥でしんどいよね。なんだこの色、すごい初めて塗ったこの色。深みの色、乾燥肌ね。うらよね。1、薄くて可愛い。この化粧品全体的に薄付きですごく好き。この色です。目の下にもうちょっと色入れようか今自分で見てもうちょっと色を入れていきたいと思います。結構入れちゃおう、薄付きだから。あ、色すぎてましたかね。いいか、大人っぽいかもしれません。この
色をすることによって、今どっちの時こうこれこれだった来た。プリンちゃんこんにちは。最後のラジじゃないね、一番ちょっと冒険家の色、少女の目と、え、嬉しい、この色です。もうすっごいオレンジメイク、で次に3本あるので次にちょっと濃そうな色をね、色変わるな、すげえ、あのメイク落としね、どうしますって。はい、保湿します。これピンク色見えるけど本当に色何にもないもん、透明、ほら透明みたいな、保湿しないと、ね、口カサカサだ、ツルツル、そこだもんね、びっくりしちゃって、ね、月たんとくーちゃん女の子だから特に分かってくれるかも。次は2本目の色はこれ何色かというと、あれこれ今やってるこれが何色かというと、グーバーグバーグッドってやつでした。最初に塗ったやつがバーグッドでした。次がルーブラウン、ブラウン違いますかね、チークいい意味でつけてる感じね、ちょっとしっかりつけてみた、せっかくだったから。シュさんブラメイクしたら美人のお人形さん、美人のお人形さん、だからすごいやつ、わかんない、おお濃ゆい、ちょっとこれほら、これはルーブラウンとして、おお、すごい、これ濃いよね、ちょっとこれとかわかるかな、2色目これちょっと濃くない、ブラウン、うん、おお、初めて塗りました、人生で、人生で、次オレンジ、これ怖い、ちょっとこれ怖い、怖いなと思ってます、すごいオレンジ、あ、私がオレンジメイクをしていますよ、これスクショタイムにしよう、おお、すげえ、野口さんこんばんは、やっほー、元の顔がそうやって言ってくれるのがずるいけど、自由的にはね、ちょっとでかいか、可愛くでかいか、おへえ喋ってない、ピンクじゃ、ね、初めて赤ピンクじゃないの塗りました。
取れてる。ちょっと残ってる。ほぼ取れたか。すごい綺麗。た。これもレトロな感じの服は似合いそう。古着とか。古着ね。次は一番怖い。ブルベの味しオレンジを。ちょっと残ってるの。うん、さっきより取れたかも。取った目よ、ほんと返せました。こういう目はほんと、たまにやってみるのもいいのかもね。よい、アイメイクはおすすめのリンプ。なるほどね。めちゃくちゃアイメイク濃くしてみるかいいかこの色を。おお、濃くなった。重ね重ねて重ねて重ねたら濃くなる。ほら、文句ですね。マジ、もう一回この一番怖い色をつけます。おお、新たな集中ね。初めてつけた、人生でこれもらえなかった、もらわなかったらつけることのなかった色オレンジビビっていますか。塗ります。おい、バキバキバキ。大丈夫かな。薄く薄くつくくか。これ最後のオレンジ、すごい、すごい、初めてつきました、人生でオレンジ、オレンジ、オレンジ。なんかフィルターかかってるみたいな、ウケる。一番つけてほしかったの見える。いい意味でパスタ食べたと思った、いい意味で。オレンジ、どれが好きでしたか。1番目と2番目と3番目。1番目がちょっと薄めのスカスカスカ深み2番目が結構濃いめの大人み、3番目がオレンジみか。オレンジと本当？おお、私の新たな発見でした。重ねてみたらどうなるんでしょう。リップは重ねてやるのがいいんですよね。二番目の、じゃあこれに一回二番目を足してみる。どんな色になるかわかんないけど。なんかな。2が勝っちゃう。そりゃそっか。濃くなっちゃった化粧水しないと。混ざったらちょっとこんな色なの、不思議。2番目が人気でしたね。じゃあもう一回2番目をね。2番目すごい人気で、1番目が好きだった。みっちーくれたモンタさんは
まさにゃんこんばんは。ディ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 ップよき。ディ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 ップ、これ今はオレンジを下に塗った上にブラウン塗ったらこうなる。これはこれはどう？アイダイロ2番目がすごく人気ね。オレンジでブラウンすくるのすごくいいことした。もしかして天才？え、天才かな？て天才？ニタスさんね、いいことしたわ。いいことしたね。じゃ最後に耳を塗って、はい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 。ちょっと周り全部取ったらカーネーション取れちゃった。いいですね、上手。また薄くなった。そこですよ、それがどんだけリップで顔が変わるか。お米の子ぶつってる。両方好きだし、やっぱし天才。なんかハートかわいい、ありがとう。ハート、よし大阪行くんだよ。ワチプ結婚してのマーク投げてた、知らなかった。まだいますか？オレンジブラウンが使ってほしくて、バーグとは新作だったか。バーグと、あ、最初のやつか。初めて使ったオレンジのメイク。ハートありがとう、今気づいた。ハート投げてくる。結構行くの、朝好き。本当嬉しい。結局が。この色すごい深くてすごいね。ブラウンって書いてあったから、もっとチョコレート食べた後みたいになるだった。可愛いブラウンがか。素敵な。スルーちゃん怖っ。確かにさ、結婚してってスタンプ送ってさ、スルーされたらめっちゃウケるね。これ2番目の色。タカボンこんばんは。ハートやこありがとう、ザッキー。あ、おうちゃん、はい、結婚して、はい、ありがとうございます。結婚スタンプ投げられました。1、2で、結婚して離婚したってことですか？マドナシューチも好きだってこと、本当？これ、みんなに人気だった。2番です。すごい。楽しかった。いつもと違うさ、アメリカとかして。これ直さないと。チーク本当に頑張ろう。チーク、みたいなことだから。たらしゅんこんばんじゃ、やっほー。こっちってついてなかった、穴だった。ヨタン、やっほー。見てるこちらも楽しかった、嬉しい。なんかおすすめのメイクあったら教えて。これ最終形態。オレンジマーク。ちょっと濃めになるね、いつもより。ちょっと
きひろこんばんざい、こんばんざい。さっき一泊してたの？結構長いこといたのね。アップのとんがり唇ちゃんをつづちた。いや面白かった。またやってみましょう。またやってみましょう。やってみましょう。かわいい。ケイスキかわいいわね。ハヤトも言ってくれた。嬉しい。あらかわいい。近い顔そのメイクを見せてたの。アイメイクもよ。ほら。キラキラ。ですか？土曜日の重曹でのライブもありがとう。嬉しかったでしょ、来てくれてて。しずりさんのお顔が理想的です。嬉しいよ。コマだけど自分で買うとチャレンジできないけど、もらったらチャレンジ。そうだね、ほんとね、自分だったら買わないもん。ブラウンのリップとか初めての出会いよ。すごい、ありがとう。本日の出演者に登場していただきましょう。舞台みたいな感じ。彼氏どんなお化粧も似合うし。ほんと？すごいよ。これでした。ちょっと名前が見えない。じゃん。めかしの姿はまたどうしよう。ねえすごい、見て見て見て、こうやってたらぴったり。あんたジェンガ、ジェンガ勉強したいね。それもメイクを勉強したい。上手になりたい。涙袋、これね、これ生まれた時からある。これほくろを見せてる。自分の顔で一番好きなのここパーツとかじゃなくてこのほくろが一番好き。2番目はここ、このほくろ見えるかな、こっちのこのほくろが好き。ほくろ好きです。うん、いつものメイクの自分。確かに、やってみようか。明日やってみよう。めかしんしおりちゃんに会った時どこを注目すればいいのか。あー確かに、これからとかもね。確かに嬉しい。ちょっとでも知ってもらえると。しおりちゃんのオレンジメイク見てみてること。本当にやったね。初めてでした。人生楽しかった。なんかすごい似合わないというスタンスでやっていたが、みんなが褒めてくれて嬉しかった。よっちこんばんは。ゆきゃんこんばんは。みちくおつぷありがとう。私のメイク配信でした。そのほくろ好き。このほくろ目、ご主人お届けゆきゃん、ありがとうございます。ワディさんおはよう。ワディさん大阪で見れるやんと思ったけど、マスク、確かライブの時は見れる。それか、オンラインでチェキを頼んで現地渡し。どうしたらいいんだろう。嬉しい。総集ね、自分の顔のほくろ好きなの。嬉しい。唇顔全部やろ。ウケる。MV 楽しみにしてるね。お風呂入らないと。やばー名前。僕言うんじゃないよ。みんな来たら1月28日。
MV お披露目、やばいやばいよみんな、やばいよ。ということで今日は配信終わります。楽しかったでしたね。明日はですね、なんとレニーと室町三井ホールでライブがあります。見てください。中顔アップチェキ、まあやれと言われたらやりますけど都内と都内遠くないかってこと。今日もお疲れ様でした。好きだ、ありがとう。ここ休み、ちょっとこれから自撮りしてツイッターしますね。ケイスケありがとう、元気1週間ぐらいあったらちょっと寂しくなっちゃう。おやすみ、はやたん。おばちゃんラーメン食べ、あ、いっぱい食べた？東海、東内か都内、どない？もしかしてインフンだよ。あ、今癒されました。本当？嬉しい、ありがとう。嬉しい。寝ると？まだ寝ないよ。眠たくないもん。眠たくなったら寝る。眠たくなったら終了し、ツイッターが全く動かなくなる。動かなくなる。あっ！でも眠たいんだなって思って、ツイッターが行きしなくなったら。やれとは言いません。いや、私のこと私なって言われたらどうすかね。ふーちゃんお疲れ様でした、ありがとう。ふーちゃん、ふ、久しぶりのふー、ふふ、お疲れ様、あすみ、あすみてりんちゃん今日はありがとう。明日、今日くれたこの T シャツ明日着るから。可愛いわ、ありがとうございました。そう言ってくれてありがとう、そう言ってくれて嬉しい。やあちゃん、うんとどうしてた、遅くなっちゃったからね。ありがとうね、最後まで見てくれて。うんちしか産んでない。うんうんうん。あ、ラビットお疲れチャンネル、今日何時に寝るの。それじゃあ、おみそかの日の楽市役所に送ったツイッターの ID が多かったの分かったよ、とく。あった。ゆうた、おんちゃん、おんちゃん。元気、あきおめ。ロンティ、これ半袖、長袖？着るけ、これ。楽しみにしちゃうよ。明日着るから。ほな。ほななちゃんです、ほななちゃん。ほな、明日。今からお風呂、いつまでも自習も頑張る。それも今日はいつまでも起きるように頑張る。たっちゃんちゃん元気、長袖 OK、 助かる。配信ありがとう、服もとっても可愛い。嬉しい嬉しい嬉しい、これね気に入ってる。暖かくてデリもついてて可愛い。怖いね。ラララララ。あ、そうですね。あ、今日あ、そうですね。って言って、また明日。あなたは早くです。だってラビットが起きてるの、一緒にもう起きたい。とか出てそう、先に。一緒に起きてよねって先に寝るタイプだから、一緒に。起きれるまで起きる。最後に可愛いスクショ、何がいい。メイクがついた方がいい、それとも全体。可愛いか分かんないけど、可愛い。リップじゃん。
取れましたか？ドアップ。オッケー。かわいいスクショになった？これフーとか言ってかわいくなかった。どうしよう。かわいい、かわいい。やった。オッケー。村人もね、見たいでしょ。もう、う保存した？スクショした？かわいい。やった。あ、みんなかわいいって言ってくれたらしい。くしゃって顔、笑顔取れなかったけど。笑顔？これ？なった？よかった。やっぽー田島。透明感ある。なんでだろう、メイク違うからかな。へえ、ちょっとこれやってみようかな。かな、かわいすぐ仕事のものになりました。ありがとう。めっちゃ出た。おはよう。おやす。僕だけ挨拶になってそうよ。明け読みしに来て田島さん。ということで、ブラウンオレンジメイクでした。でした。スクショしてくれた人は、よくできる方はツイッターに載せてください。タグ付けしてくれたらすっごい嬉しい。昨日来たかったけど、まさかのピンポイントで。えっ、なんでまさかやってんの、しおりちゃん。半分に、半分しちゃう。